デポレロに噴して、フェルナンド・コレーナは、スイスのバスカ種。本名は、フェルナンド・コレーナ。ジュネーブで、父親は、トルコ人、母親は、イタリア人の家庭に生まれる。フリブール大学で進学を学ぶも、地元の声楽コンテストで優勝したことから声楽に転校し、1937年から翌年まで、ジュネーブ音楽院で学んだ。その後、ビットリオ食の地記を得て、 ミラノでエミリオ・ロマーニの君等を受けた。1940年にチューリッヒで歌手デビューを飾り、1947年にトリエステ歌劇場でモデスト・ムソルグスキーのボリス・ゴドノフのバルラーム役として登場して注目を集めた。1953年にはエディンバラ音楽祭でジュゼッペ・ベルディのファルスタッフの表題役メトロポリタン歌劇場で ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのドン・ジョバンニでレポレロ役を演じて好評を博した。1955年にはザルツブルク音楽祭で高級からの誘拐のオスミン役として初登場した。ルガーノにて死去、ナクソス、ありがとうございます。